なんで会社の社長さんたちがみんなの試合のお手伝いをしてくれるんだと思いますか。みんなが立派な人になってみんなの街を少しでも良くしていってほしいからこうしてお手伝いをしてくれているんだ。東京ベイズ、あれが昔は読売サッカークラブっていう、チームでした。ボールじゃない、ボール行くと疲れちゃう。ボール触ってない、触ってないでも内部ゴール。本気で喜んでおります。この間のサウジアラビアのゲームにいた吉田麻也、いいよね、なんて言ったと思うんですよ。サウジアラビアの方々におめでとうっていうふうに言いたいって。吉田麻也負けてるんだよ、一点取られてるから。どちらかというと点を取れなかったらフォワード攻撃側も悪いけれど、1点取られた負けたゲームってディフェンダーはものすごく辛いよね。良き敗者、それがグッドルーザーっていうことです。お会場がピッチに入ります。日本のサッカーもロシアのワールドカップの出場が決まりました。選手のそれぞれの人たちが今誰が音楽に選ばれるかということは全く一致でもありません。そういった中で君たちも将来この中から日本を背負って立っていく選手に育っていってほしいというように思います。小林さん頑張ってください。ということでね、勝っても負けても相手を称えて気持ちを切り替えて次のゲームのために最高の準備をしてくださいというふうに昨日申し上げました。それを見て皆さん本当に2日間一生懸命自分のベストを出して、ゲームをやってくれたと思います。今回参加してくれた子どもたちの中から一人でも多くのプロね、それから日本代表出てくれることを我々大人たちが全員祈っております。ありがとうございました。